めまして。ゼロという名前があったんです。シャカラにゼロってこと。覚えてもらえる。覚えろ、ゼロ。ゼロだけ？ゼロ。おい、ゼロ。かっこいいです。名前なんて少し前に。冷凍庫のコンテナ、トレーラーのコンテナを募集してました。おお、すごいですね。冷凍食品が30キロぐらい引っ張り出すんですけど、2人が腰が腰がって痛いんで、ちょっと温めてました。マッサージもそう。あ、でもこんなんです。あ、じゃあ1曲だけでオリジナルで最近聞いたことありました。口紅をテーマにして作った曲です。まあ、色っぽいお姉さんと知り合ったので。では、一曲だけ。見つめているのを想像
てみる。何度か一度見られました。いい曲だよね。そうだ、もうちょっとちゃんと綺麗に聴き渡った。いや、大丈夫大丈夫。素晴らしい大成長。ありがとうございます。